どうも天使向井です。桑原ゆうきです。はい、このおまけ動画は桑原ゆうき寄せオンラインで、今終わりたての状態から、はい、ここ見どころを喋っていこうと思います。はい、さあまずゲスト、ね、今回のゲスト大西ライオンさんです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。さあ桑原さんいかがでしたか。まず私はもうずっと大好きだったのにそのパーソナルな部分をほとんど知らなかったので、うん、はい、そういうお話聞いたりとか、はい、ゲームでこう時間を共有することによってなんか大西ライオンさんの中身というか素の部分が見られたのと、はい、生声を聞けたこと、うん、あとその頭のやつ初めてこう生で見た、うん、そういう風になってたんだってめちゃくちゃ嬉しい。ただのファンみたいな、ね、いやいやいや、ありがとうございます。意外と寝癖がついてるっていう。むちゃくちゃついてるよね。はい、めっちゃついてるんこだわりかと思ってます。全然ないんですよ。だからこんなことになってるんですよ。本当にもっと立ってとかだダメなんですけど持ち運びが下手くそなんでどうしてもこうなっちゃう。無造作ヘアだね。すごいですね。本物のライオンも結構寝癖すごいですから。 あいつらも本物志向なんて。本物志向です。本物志向って何ですか。ライオンどうでした。はい、いや楽しかったです。わ、嬉しい。本当にお笑い久しぶりにやりました。気持ちいい、はい、ね、だからこれもどれぐらい久しぶりなのかとか、はい、どんなお笑いをやったのかを本編に入ってますので、はい、ぜひぜひ、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、こちら向井ワークス月額登録していただけると本編見れますのでぜひ登録の方よろしくお願いします。はい、はい、ということでおまけ動画は以上です。お相手は天使向井と桑原ゆうきと大西ライオンでした。ありがとうございました。心配ないさ。心配ないさ。声量すごい。